どうも、オーマットさんでした。平八郎です。レオン。やじゃー。来たよ。同率三位。二連勝。来た。いや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 、勝ちました、なんとか。先発の松本航投手にはね、勝ちがつきませんでしたけど、その後投げた、ピンチを抑えた、水上義信くんが、プロ初勝利ということで、おめでとうございます。ね、初勝利のボールは、両親に届けるとのことなのでね、この高校息子、ね、素晴らしいじゃないですか。僕も見習わなきゃいけないですね、もう。本当にもう、ごめんなさい、お父さんお母さん、もう。はい、というわけで、マジで今日は、手に汗握る投手戦でしたね。三馬投手は良かったっすよね、ほんとまあ。まあしかし、今日の試合はね、行き詰まる投手戦の中、ネンティンが、ね、決勝打打ってくれましたね。5回のノーアウト1、2塁の場面で、ボールカウント、3ボールのストライクからね、打ってレフトフライにした時はバカ足りやと思いましたけど、よく次の打席でね、ちゃんと打ってくれましたよ。そこは、やっぱり、ナンティーンですね。ありがとうございます。はい。チャンネル登録、いいねボタン、コメントの方もぜひぜひよろしくお願いいたします。てかまあ、全体的に言えますけども、本当に今年のプロ野球、投手戦が多いですね。打率もやっぱ軒並みどのチームも低いですよね。特にパリーグね。一番チーム打率高いのが楽天の2割3分5厘ですからね。オリックスなんてあったら1割9分2厘ですよ。投高打低だったんだな、今年は。僕は正直ね、気づかなかったです、そこ。ライオンズ今年やたら打たねえなとか、やたら投手陣抑えてるなと思ったらね、そういうことだったのね。現段階でライオンズのチーム防御率 2.71。これ普通だったらね、リーグ1位の防御率ですよ。てかこんなんないですよ。まあ、まだシーズン途中ですけど。チーム防御率トップはロッテの 2.10 ですからね。これ投手戦多いわけだ。うなずけます、これは。いやね、佐々木朗希もパワーや、2試合連続完全試合するよ。だって今日だって、三馬も、松本航もね、ずっとノーヒットピッチングだったじゃないですか。なんか多いですよね、今年そんな試合がね。なんか5回までパーフェクトとか、6回までパーフェクトみたいな、速報来てもあんま驚かないですよね。ちょっとテキスト見ながらで申し訳ないですけど。チーム本塁打数も、日ハムが、14本でトップ、次が西武の12本。これはなかなかね、投高打低ですね。ボール変わりました、ひょっとして。統一球ですか？まさか、加藤球ですか？加藤球の飛ばない加藤龍造と入ってるあのボールなんでしょうか？まあいいですけど。だったらな、おかわりくんが打つはずなんだけどな。まだ1本持ってないですからね、おかわりくんもね。まあ、今日はこんな感じで締めさせていただきます。すいません。また明日お会いしましょう。さよなら、ライオン。